DCM ホールディングス慶応株式会社慶応は慶応デイツーの名称でホームセンターをチェーン展開する DCM グループの企業である。千葉県千葉市で創業。千葉市若葉区密は第1丁目28番1号に本社を置く。店舗コンセプトは普段の暮らし総合店。店名慶応デイツーの由来は社名の慶応と英語で日々を意味する。 デイツーデイを組み合わせたもの。今日から明日へ、普段の暮らしをより豊かにのメッセージが込められている。当初の店舗名は、京葉ホームセンターであった。京葉デイツー一宮店旧デザイン看板の、店舗例新デザインに変更済み、京葉デイツー貝塚店新デザイン看板の店舗例2011年8月7日閉店本日差し、デイツー北長野通り店。 看板デザインは、軽陽電通に準ずる。出展地域は主に、東日本となっており、特に本部がある、千葉県を中心とした関東地方、静岡県、山梨県への出展が多いほか、愛知県など、東海地方、近畿地方での出展も見られる。2020年5月現在、北海道、北東北及び、山形県、北陸地方及び、新潟県、奈良県、 中国、四国地方、九州及び沖縄県には出店していない。2017年4月時点で未出店地域における出店計画も白紙となっている。2017年1月5日、ホームセンター業界で日本国内最大手の DCM ホールディングスの持ち分法適用関連会社になり、資本業務提携を締結した。当初は、形容、 完全子会社化とする経営統合を目指していたが、IT システムや人事統合などに負担がかかるため完全子会社化は断念し、DCM からの出資は事業主会社の DCM4Mac と合わせて2割にとどまり、KO は株式上場を維持することとなった。実写オリジナルのプライベートブランドとして、D2 オリジナル、D2 ゴールド、仲良しクラブを導入していたが、 DCM ホールディングスの参加に入ったことで販売を終了し、DCM のプライベートブランド、DCM ブランドに切り替えられた。現行店舗の一覧は、公式サイト内、店舗一覧を参照のこと。営業時間は店舗ごとに異なるが、9時30分から19時30分までの店舗が多い。1998年4月以降の新規出店と既存店舗のリニューアルの際には、 看板などの配色を従来のオレンジ基調からブルーに変更した新デザインが導入されている。2016年7月に新業態店舗として改装を行い、ペットショップと園芸用品に特化した、K、軽用ツーペットグリーンミ6時店を神奈川県藤沢市に開店した。また同年、提案型 DIY 店舗、女性客をターゲットにした都市型実験店として、 イーティバイ D2 を新展開、同年11月23日に、船橋つぼ店を、続いて2017年2月22日には、ソメイヤ店を、イーティバイ D2 に、業態変更した。しかし2020年2月29日をもって、イーティバイ D2 業態は、終了、両店とも、軽用 d 通業態に再転換された。1992年にジャスコとホームセンター事業で、 業務提携を結び、合弁会社、京葉ジャスコを通じて、イオングループのホームセンター、メガマートも展開していたが、2000年には、京葉ジャスコを京葉の100%個会社化して、イオンとの業務提携を解消し、後に、株式会社デイツ2に、社名変更して直営化した。京葉ジャスコ運営のメガマート店舗は、順次、デイツ2または、京葉ツ2に転換された。 なお、提携解消後もイオンは、慶用の株主となっている。株式会社慶用は、もともと石油製品販売業から始まった会社ということもあり、子会社の株式会社カーライフ慶用を通じて、エネオスブランドのガソリンスタンドの経営を行っていたが、2014年にガソリンスタンド事業から撤退。2016年3月1日に株式会社、慶用保険サービスに、 社名変更した。カーライフ系用は自動車販売も行っており、かつてはフォードの自動車販売店、フォード系用として営業していたが売れ行きが思わしく、なく2006年8月末をもってフォード車販売から撤退した。また、韓国現代自動車の輸入車販売店、ヒュンダイ千葉東店も経営していたが、こちらも2010年7月末をもって撤退。これにより、 自動車販売事業からは完全に撤退した。また、京葉デイツ花見川店内では、カー用品店、オートプラザ京葉花見川店が営業していた。かつて営業していた店舗は以下の通り、1985年6月に住宅のリフォームを行う増改築センターを穴川店内に開設してから、1996年2月の分社化を経て、 子会社の株式会社デイツーリフォームとして経営を続けてきたが2008年7月14日をもって撤退閉店した。下記の2社は2009年9月1日付で慶応へ吸収合併された。ありがとうございます。